翔平 TV の亮平です。皆さんこんにちは、八王子レクスタリティ目頭です。お願いします。お願いします。いやー、僕の、野球道具仲間、野球ももちろん仲間ですけど、はいはいはい、まだグラブ談義とかしたこともないですし、そうですね、なおかつ今ちょっとこれ撮影終わりなんですよ。だいぶグローブが汚れてしまって、江頭さんに、グローブ紹介してもらうついでに、江頭さんの、はいはい、まあ、お手入れ方法、ここ全く違うところもあれば同じところもあると思うので、はい、そこを皆さんにお伝えできればなと、まあ、あくまで個人的意見なんでね。そうですね、正しいかどうかは、はい、もう皆さんで判断していただいたりとか、はい、僕らなりのがこう発信できればいいと。そうですね、はい、でちょっと僕オイル系を持ってきてるので。おマジっすか。いやこれで、一応全部ではあるんですけど集まっちゃいました。やばくないですか？それは。いや、僕グラブオタクですけど、ここまでは持ってないです、はい。自分でもやばいと思います。はい。結構使い分けして、あ、します、します。磨くタイプの人ですね。はい、そうです。なるほど。もう僕とその時点で全然違うんですけど。そうですね。ちょっとこれも使いながら、はい、まあ、グローブの紹介もしながらといったところで、はい、やっていこうと思います。はい。はい、では新しいグローブ増えたって聞いたので、はい、まあ、以前の翔平 TV でも紹介はしてるんですけど、グローブ何個でしたっけ？今家数えたんですけど54か5割。手何個でしたっけ？あ、手は2つですけど、まあ、全部僕持ってる右投げ用なんで、もちろん、はい、ちょっとまだ出してないレアなグローブもあるというので、はい、紹介してもらおうと。わかりました。はい、でももうカメラに映ってると思うんですけど、ほとんど色合いがちょっと似てるんですよ。はい、僕基本ネイビー系がすごいもともと好きで、はいはいはい、これアクセフベルガードのピッチャー用なんですけど、はい、こちらなんですけど、はい、うわー見たことねえなー使ってる人あんまりいないですよね。はい、このイフミックっていうのが一応この革自体に吹き付け加工してあって、まあ、体感力が上がったりとか、ここにこう切れ込みが入ってて、これ実は革が二重になってるんですけど、こう握りやすくなってるピッチャー用なんですね。はい、あんま見ることないじゃないですか。はい、ないです。正直オーダーするときめっちゃ怖かったんですけど、あのはめたこともないグローブを頼むってなかなかちょっと勇気なんですよ。そうですね、はめると両平さん多分ハマる方だと思います。はい、失礼します。重心が手元に近いって近い、ね、ね、イメージだとグローブの中心ってポケット奥の方だと思うんですよ、ピッチャー用が。はい、どちらかというと下寄りに。そうですね、あるようなピッチャー用だと珍しいような。珍しいかもしれないです。そうですよね。いや、めちゃくちゃっていうのがアクセフベルガードのピッチャー用です。ありがとうございます。じゃあ次がこれですね、ワールドペガサス。ちょびっと、はい、キャッチャーやるイメージあんまなかったんで。いやいや、この前ですけど向こうさんのチャンネルでキャッチャーやってます。あ、そうだ翔平さんの球受けてます。そうだそうだ、これで。このグローブはグランドデビルっていう軟、はいはい、式用のグラブなんですけど、ヘリ側がゴールドちょっと目立つように何よりも見た目で撮ったので、とりあえずはめちゃめちゃいいです。深めですよね。深めですね。うん、も深いのじゃないと。オーソドックスだ。誰でも使いやすいよね、ザ・キャッチャー。いや、なかなかキャッチャーミンの僕からすると映えるミッドだなと。ありがとうございます。で、はい、こちらですね。お、はい、なんだスラッカース。いや、それわかる。大阪の球児先生で、はいはいはい、一応新古品みたいな。ああ、じゃあ湯もみとか片付けはされ されてた。あ、はいはいはい、で、ただグラブ自体は未使用、もう新古だったんで、はいはい、まあ、いいかなと思って、ちょっとはめたら確かに僕の肩にちょっと合ってたので、スラッガーですけど、こう掴んだりとかこう当てもできるよ、あ、結構、まあ、万能にこう動ける。そうですね、スラッガーっぽいグローブ。スラッガーの、まあ、片付けの特徴で、はい、ここが柔らかいっていう片付けが結構多いので、その分よくやっぱ開くグローブ今なってますね。刻印の中の見るとスペシャルオーダーって書いてあって、はい、確かスラッガーさん型番が小指のとこに普通は書いてある、はい、そうですね。でオーダーの時って書かれないんですよ、はいはい、多分それオーダーなんですよ。そうです、本当はここに型番が書いてあるんですけど、既製品の場合ですか、ね、はい、まあ、これはちょっとまあ黒いグローブなんで見えづらいと思うんですけど、一切書いてないんです。はめた重視でちょっと、はいはいはい、めっちゃいいと思う。ポケットがこれもやっぱ広くて下の方にあるので、はい、江頭さんの奥の方でしたね。それ買うわなありがとうございます。はい、はい、で、今撮影をやっていて、僕のミットめちゃくちゃ一瞬で汚れちゃったんですよ。なんかこんな感じで一瞬で汚れちゃったので磨いちゃおうかなと思いまして、で磨き方にここ違いがあるんですよ。はい、めちゃめちゃ多分あると思います、はい、なんで、まあ、どっちかの意見がこれいいなと思ったら取り入れていただければなと思います。それではやってまいります。はい、それでは今、お互いちょっとキャッチャーミットが使用感がある状態なので、お互いの磨き方を、お伝えしていきます。はい、でここに一部でオイルとか、まあ、お手入れ用品出したので、何を使うのかとか、あ、はいはい、こだわりとかあれば、はい、まずブラシで簡単に土を落とします。はい、こっちの固めのまずやつで軽くちょっとこう落としていく。でその後にこういった柔らかめの、僕は100均で買ったスポンジを使って、これですね、
男前をちょっと出して塗ってこう擦るというよりは、はい、基本汚れをちょっと落としていく感じでそんなに擦り込む感じじゃなくて、はいはいはい、背面に関してはこのラナパ使うんですけど、はいはい、基本あのもう艶出しみたいな感覚で背面は本当艶出し程度でちょっと使う感じで、まあ、そんなに手入れはするんですけど、はい、めちゃめちゃがっつり汚れ落としとかラナパとか使うっていうわけではないんですね、はい、僕の場合はがっつりやります。日曜日の試合で翌週休みだとか月曜日ちょっと余裕あるなみたいな時はしっかりと本当にしっかりと塗ります。でまず、まあ、固めのブラシで落としましてがっつりと言いながらスッキリクロス、それ何野球用とかですか。野球用ですね。あ、野球用なんですね。はい、ちゃんとオイルが入ってるものなのであの安心してウェットティッシュでも使えるかなと。で僕はこれで拭いたらまずは1日乾かします。全部汚れを落としましてその後にキャッチャーミットなんで畠山のグラブワックス、これを素手で塗ってます。体温で溶かしながら、まあ、そうすると伸びも良いので結構広めに届いてくれるかなといったところです。背面は僕もラナパンを使ってこれの場合は宴に塗っちゃって、そうなんですね。僕逆にラナパンは素手でいく感じです。ああ、まあそこも結構分かれる。はい、摩擦でテカリを出して最後の仕上げでムートンクロスさーっと今結構ムートン大きいのとか売ってますよね。大きいのももうなんか手袋みたいなムートンも売ってたりとか、一番ツヤが出るのこれかなと。キャッチャーミット使うときは呼吸面は嫌じゃない程度にペタッとしてもいいかなと思ってます。であと気をつけてるのはあの家の一番高いところにグラブタワー作ってるんで、そういった湿気面も一応気をつけながら保管はしてます。お手入れ方法を紹介していったんですけれども、皆様のなんかちょっと変わったような、あ、そうですね、やり方だったら僕たちもちょっと聞きたいなと。保管方法とかが人によって、はい、例えばその変わってきたりとかすると思うんですけど、はい、めちゃめちゃいいんだと思ったら絶対僕やるんですよ。僕も取り入れたいなと思います。僕はあの翔平 TV のコメントぜひあの見させていただきます。ありがとうございます。本当にお願いします。はい、今回コラボしていただいたハチレクのありがとうございます、 YouTube ます、やってるので、あ、やってます。一応概要欄に、はい、お願いします。貼っておきますので皆さん、ご覧になってください。お願いします。怖いなと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。それではありがとうございました。バイバイ。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。フォンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。